はい、皆さんこんにちは。今回は、行列群の、まあ、構造、まあ、特に連結性ですね、まあ、これを見ていきたいと思います。で、まあ、今回、扱うのは GLNC と SLNC ですね。あの線形変換群で、まあ、GL の方は、行列式が0ではないものですね。で、SL は行列式がちょうど1になるもので、まあ、どちらも C 係数、複素数係数ですね。で、まあ、結論から言うと、このどちらも連結になるんですが、それを見ていこうと思います。まず GL の方で行きましょうか。で、まあ、この G イコール GLNC なんですが、スモール G をその G の元として、まあ、取っておきます。で、これをジョルダン標準形でこうね、表すわけですね。で、まあそうするとこう、この A はこのジョルダン標準形なので、こうジョルダン細胞のこう斜めに並んだものになるわけですね。で、このジョルダン細胞、この AI はこうラムダのこう対角行列か、まあその横に1が並んだもの、まあ、このどちらかのパターンなんですが、で、まあこれをですね、こう連続的にこう変形させていって、単位行列に持っていきたいと。まあそれができればね、連結性が見えてくるわけで。で、まずね、この右側のこの1の並びがある場合ですね。これはこの1のところを、まあ、連続的に1から0にこう、持っていけば、もうラムダだけになるわけですね。こう、ラムダ t をこういうね、1の回こう t としてますが、まあ、この t を1から0に動かすと、こう、ラムダ1から、こう、ラムダ0、こうね、連続的にこのラムダばっかりのパターンに、ラムダの対角行列のパターンになるということですね。これがこう連続的に、こう動かせると。で、今度このラムダを、これも1に持っていきたいわけですね。そこでですね、こう、ラムダイコール E のアルファ乗と、まあ置きますね。で、まあこの、アルファを、ゼロに持っていけばいいわけですね。で、まあ、今回もこう、アルファ t イコール、まあ、こういうふうに、指数のところをアルファ t としてます。まあ、この t のところ、これを1から0に持っていけば、まあ、いいわけですね。この、アルファ1のから、まあ、こう、単位行列、ラムダが1に、まあ、連続的に動いていくと。そうすると、すべてジョルダン細胞が1の並びになるので、A 全体もこう単位行列 E に行くわけですね。で、そうするとこう G も B インバース AP なので、まあこれは E になりますよね。ということで、スモール G、 これはこう連続的にね、 G の中で連続的にこう動かしていってE に持っていける。必ず E につながるので、まあ、同連結。全体同連結。まあ、同連結なので、まあ、連結でもあるということですね。ということで、まず GLNC は連結であるということが言えました。で、次にですね。はい。次に、SLNC の場合ですね。まあ、H ですね。で、その弦を、まあ、スモール H として取ってくると。で、今回、は、まあ、すでにこう、G の連結性が言えているので、H は G の部分集合なので、まあ、部分群ですね。まあ、そうなので、G の、まあ、とりあえず G の中で H、スモール H を E に持っていく道というのがあるわけですね。まあ、これはもう取れるということが分かってます。まあ、この道を HT と。します。G の中で連続な道ですね。0の時に H。H の時に E に行くような、こう、まあ、道ですね。で、この HT というのを、まあ、こういう列ベクトルの並びとして表します。V1T から VNT と。で、ここでまあ DT というのをこう、デターミナント HT とします。で、この場合に、まず最初のところ H と E、どちらも行列式1なので、まあ、H はこう SL の弦なので1ですね。で、E はもちろん1。なので、D0 も D1 も1であるということですね。
で、H ダッシュをこうね、最初の V1、最初の1列目だけ DT で割ったものにすると、これはちょうど行列式1になりますね。これはまあ定義がいくらでも1になると。で、そうなるとこの H ダッシュ T というのは、こう、0の時 H で1の時 E になりますね。これはあの DT が1であるのでそうなると。いうことで、この H ダッシュというのはこう、H から E につながる道で、しかもずっと SL の中を通ってと。SL の中での、H と E を結ぶ道で、GLNC も SLNC も連結であるということです。はい。ということでね、まあ、今回は、行列群の構造、まあ、連結性ですね。ということで GLNC と SLNC の連結性を見てきました。今回の内容が参考になった方は高評価チャンネル登録とよろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。